お世話になっておりますマサルです今回は DNS セックについて一緒に勉強していきます今回学ぶ内容ですまず少し前回の復習として DNS、キャッシュポイズニングの流れについてお話し,しますその後に DNS セックとは何かを勉強して最後に DNS セックが注目されている理由について勉強しますそれでは始めていきましょうまずは前回勉強した DNS キ, DNS キャッシュポイズニングはキャッシュ DNS サーバーに偽の情報を登録することで偽のサイトに誘導する攻撃のことです DNS は先に応答した情報を信じるという仕様を悪用した攻撃になっていますキャッシュ DNS サーバーはトランザクション ID とポート番号の情報を使って応答の信頼性を検証する仕組みがあるんですが この仕組みだけではごく小さい確率ですが攻撃が成功してしまいますトランザクション ID とポート番号と正規のコンテンツ DNS サーバーよりも早い応答が来たという条件が揃うと攻撃が成功してしまいますつまりこの検証方法では根本的に DNS キャッシュポイズニングを防ぐことができていませんそこで注目されているのが DNSSEC です DNSSEC は コンテンツ DNS サーバーが応答を返すときに署名を付与して応答することで正当性を保証する仕組みのことです流れで見ていきましょう事前に DNS チェック対応のコンテンツ DNS サーバーは公開鍵の情報として DNS キーレコードを設定しますそしてデジタル署名の情報として RRSIG レコードも設定しておきますキャッシュ DNS サーバーからの問い合わせに対してコンテンツ DNS サーバーは デジジタル署名ををつけて応答メッセージを開始しますキャッシュ DNS サーバーは正規の応答であるかを判断するためにデジタル署名を公開鍵を使って検証しますデジタル署名を検証することで正規のコンテンツ DNS サーバーからの応答であることが分かるため DNS キャッシュポイズニングを防ぐことができますこれは簡易的な例なんですが応答する DNS データをコンテンツ DNS サーバーの秘密鍵を使って暗号化し署名とします その署名を DNS データと一緒に送ってあげてキャッシュ DNS サーバーではその署名を公開鍵を使って複合します比較して受信した DNS データと同じデータになれば本物の応答であると確認することができますこのように DNSSEC を導入すればデジタル署名によって応答を検証できるのでよりセキュアに DNS の応答を検証することができます最後に DNSSEC が注目されている理由についてお話しします 実は DNSSEC 自体は昔からある技術です2010年頃から運用がスタートしているようですしかしサーバーとクライアントの両方が DNSSEC に対応している必要があることと設定が難しいことからなかなか普及が進みませんでしたただし DNSSEC が DNS キャッシュポイズニングの攻撃を防ぐための抜本的な対策であることから近年注目されており DNSSEC 対応の DNS サーバーが増えてきています 近年の IPA の試験でも DNS セックについての問題が出題されていますのでしっかり覚えておく必要がありそうですそれでは今回は DNS セックについて一緒に勉強しました最後に少しだけお知らせです情報処理安全確保支援書をテーマにした本動画シリーズが書籍になります発売日は2023年9月26日全国書店にて発売されます通信販売電子書籍の発売もあります詳しくは概要欄をご覧ください 書籍化できたのも動画を見てくださる視聴者の皆さんのおかげです本当にありがとうございますこれからも頑張って皆さんのお役に立てる動画を作っていきますので応援よろしくお願いいたしますそれではおまけトークです参考までに過去問でどのように DNS セックが主体されたのか見てみましょう情報処理安全確保支援し令和3年春午後1問2ですこの中で DNS キャッシュポイズニング攻撃に対する対策が 穴空きで出題されていいまますす E の部分に DNS という言葉が入りますちなみに試験では選択肢はなく英字で記載するという指示があるのでしっかり DNSSEC という言葉も覚えておく必要がありそうですあとちょっと気になって試験とは関係ないんですけども DNSSEC の普及率についても調べてみました全世界では約30%日本は2023年現在約14%です 全世界と日本の DNSSEC の普及率は大きく差が開いている状態のようです今後日本も DNSSEC が普及していくのかもしれませんねそれでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました